狭い岩の間を雷鳴山脈から吹き下ろす強い風が通り抜けてんだ、うん、歩くのも一苦労だな。この風がある限り投石や矢での攻撃はまず見当違いの方へ飛んでいっちまう。魔法はその限りじゃないがな。要塞にとってこの渓谷は自然の要塞だ。何か巨大なものが来る。なんだあれは。岩のゴーレムか。いや違う。この鉄と油の匂いは。総員構えろ。来るぞ。くたばれ。鉄の化け物め。そこ草木。なんて奴らだ。生身で鉄の掘削機を破壊してくるなんて。掘削機なしに勝てるわけがない。退却退却。なんなのだあの鉄のゴーレムは。この装甲車、ショベルカーのような装備がついている。鉄の者たちはこれを装甲掘削機と呼んでいたな。ということはおそらく土木作業用の機械だろう。うん、そういや麓の町の工事現場で似たようなのを見たことある気がするんだぞ。土を掘り返すためのからくりということか。面用な奴ら、いつの間にこんなものを。ほんの20年前は木の隙で土を掘ってたってのに、こんなので山を掘られたんじゃあっという間に雷鳴山脈が丸裸にされちまう。ひとまずマレノア様に報告しておこう。伝令、ひとっ飛び行ってきてくれ。全身ひでえ鉄と油の匂いだ。水浴びしねえとやってられないな。渓谷を抜けたら小さな湖がある。今日はそこで野営としよう。湖で捕まえたカエルを食おうとしてたからびっくりしたんだぞ。慌てて魚を捕まえてきて事なきを得たが。お前たち知らねえのか。あのカエルには毒がないんだぜ。いえ、毒とかそういう問題では。あの、おや、バンルージュ殿、少し質問をいいでしょうか。あ、何だ。鉄の者や近衛兵がたびたび口にするヘンリクや夜明けの騎士とは何者なんですか。ふん、奴らトス国ではさほど名を知られていないのか。ヘンリクは銀のフクロウの狩猟をやってる人間の男だ。強欲で下品で樽みたいにでかい。奴はいつも東の砦でふんぞり返ってて滅多に出てこないが、昔一度だけ要求書を持って野原城に訪れたことがあった。マレノア様は一切取り合わなかったんだがな。茨の国を害する行為を繰り返しているくせに要求者だと。なんとずうずうしい。で、夜明けの騎士ってのは銀のフクロウの警備隊隊長だ。銀のフクロウは魔法石や金属を求めて危険な場所にも潜り込む。例えば俺たちみたいな賊がはびこる風なき渓谷の西側や雷鳴山脈の魔獣の巣とかな。だから荒ごと専門の腕利き警備兵を雇ってるってわけだ。その中でも夜明けの騎士ってやつはべらぼうに強い。あなたが強いと言い切ると。白い鎧に
夜明けの光みてえな金の神、この大陸の東端雷光岬にある砦を守ってる。そこからついた二つ名が夜明けの騎士。奴は剣の達人で、あいつに乗された仲間は数知れず。怖いもの知らずの夜の眷属も、白く輝く鎧と金の髪を見れば耳を伏せて逃げ出す始末だ。ヘンリクが野原城を訪れた時に一緒にいたから姿は見かけたが、鉄面をかぶってたから面は拝んでねえな。噂じゃとんでもない美形らしいぜ。昼の眷属に美しさを贈られたとか。へえ、金の髪で美しい顔か。ビルみてえな感じかもしれねえな。ふん、美しさなど騎士に必要なのは強さのみ。そして強さに関して、この国で右大将リリア様の右に出る者がいるはずがない。当然だと言いたいところだが、俺も奴とやり合ったことはないからな。奴は普段東の砦を守ってて、滅多に渓谷の西には現れない。一度お相手願いたいと思っているんだが。つまり東の砦に行けば夜明けの騎士と一戦交えることになる可能性もあると。そういうことだ。最初にマレノア様の書状を持って砦に向かったレバーンも、奴と鉢合ったんじゃねえかって噂されてる。レバーンってやつもリリアの話に出てくるよな。そいつ何者なんだぞ。龍眼光レバーン、この国の外交任務の要だった男の名前だ。レバーンはマレノア様の目であり手足であり夫でもあった。行方知れずになったという使節団を率いていたのはまさか。そう、レバーンだった。奴は貴族だったし、特使としてこれ以上ない男だったからな。すぐに戻ると嫁と卵を残して野原城を飛び立ったっきり。本当にどこをほっつき歩いてるんだか。あいつがいない間、誰が姫と卵の面倒を見なきゃいけなくなると思ってんだ。今回の遠征であいつの行方の手がかりをつかんで姫に持ち帰ってやりたいところなんだがな。なんで急に泣き出したんだおめえ。これが涙せずにいられるか。残された卵様と姫様とリリア様のお気持ちを考えたらあんまりです。あんまりすぎます。こんな時代だ、よくあることだろ。そのうちひょっこり帰ってくるかもしれねえし、だからそれまで俺は命に代えても姫と卵を守らなきゃならねえ。約束したからな、あいつと。親父殿。おい、だからその親父ってのをやめろ。俺はまだ300歳になったばかりだぞ。あ、申し訳ありません。つい長話が過ぎた。お前たちを見てると昔を思い出していけねえな。俺はもう寝る。お前らもさっさと寝ろ。おやすみなさい。そろそろ泣き止めセベク。悲しいのはわかるが、目が腫れて明日に響くぞ。これは悲しみの涙ではない、怒りだ。人間さえ、銀のフクロウさえいなければ若様のお父上は、僕たちの知っている若様にご両親はいない。今ここではご存命であるマレノア様もだ。それは何故若様はご両親を失わねばならなかったのだ。答えろシルバー。俺に当たるな。僕はもう傍観しているだけなど耐えられない。若様のためにもリリア様と共に命を落としてマレノア様をお守りしなくては。セベク、何度も言うがこれは夢だ。ここで何かを成してもそれは幻で現実は変わらない。ならば現実に戻らなければよいのではないか。おめえ何言ってんだ。
俺様たち夢から覚めるためにここに来たんだぞ。現実に戻らなければ、これから夢の中でお生まれになる若様はお母上と共に暮らせる。夢の中ならお前もリリア様と共に生きていけるのだ。これ以上があるか。それは、いや、しかし、黒いぐじゅぐじゅしたやつが湧き出てきたんだぞ。闇、セベクの感情を嗅ぎつけてより深い眠りに落とそうと現れたか。セベク、武器を取れ。闇に取り込まれるな。このまま夢の中にいれば、若様はセベク、あいつ闇に取り込まれちまった。今ならまだ引き戻せる。監督船グリム、力を貸してくれ。たく、世話がかかるやつなんだぞ。次へと湧いてくる。このままでは。シルバー、おめえの服の中なんか光ってるんだぞ。この光は親父殿にもらった指輪。闇のやつらその光にビビってるみてえだ。指輪の光に触れている部分から力がみなぎってくる。なんだこの指輪は。なんだっていい、早くあいつらを追っ払うんだぞ。ああ、光よ、闇を追い払え。あいつらに捕まってたセベクが出てきたんだぞ。セベク、無事か。僕は夢の中にずっといたいってダダこねて闇にぐるぐる巻きにされてたんだぞ。そうか、僕は。セベク、確かにお前の言う通り、このまま夢の中にいれば辛い思いをせずに済むだろう。でもそれでも俺たちはこの夢から脱出しなくてはいけないんだ。眠らされている学友たちの未来はどうなる。お前の帰りを待つ家族はどうなる。そして何より、たった一人孤独に夢の世界を紡ぎ続けるマレウス様はどうなる。だがリリア様はこの眠りから覚めれば。そうだとしても、親父殿なら絶対に今のマレウス様をいさめるだろう。とそうだろうな。進化の役目はただ王を肯定し従うことだけではない。時には諌めることも大切だ。お前も同じことを親父殿に教わったはず。違うか。お前の言う通りだシルバー。僕はずっと迷っていた。若様に逆らってしまったことを。怒りと悲しみを込めて僕を睨んだ若様の瞳が目に焼き付いて離れない。まだ迷いはある。若様の幸せを考えればこのままでいる方が良いのかもしれないと。だが僕は、僕の夢は、願いは、若様にとって誰より良き進化となること。この夢はここでは叶えられない。僕が命を懸けてお仕えしたいのも尊敬しているのも現実の若様ただお一人。ご両親がいらっしゃらない孤独に耐え、リリア様と共に歩み、ガーゴイルがお好きで、廃墟がお好きで、評価がお好きで、茨の谷の次期当主でありながら、民草と共に制服に身を包み、ナイトレイブンカレッジに通っていらっしゃる現実の若様、ただお一人なのだ。だからもう夢にふけることはしない。必ず現実の若様のもとへ馳せ参じてみせる。僕はもう二度と迷わないぞ。分かったかシルバー。
お前らしいな、その言葉。たがえるなよ。ふん、お前に言われずとも。やれやれ、セベクのやつ、ようやく大声出す元気が出てきたみてえだな。情けないところを見せたな、魔獣、いや、グリム、それから監督生も。迷惑をかけて、すまなかった。そんな、おめえが謝るなんて、空から槍でも降ってきそうなんだぞ。では、僕はもう休む。お前たちも早く寝ろ、おやすみ。夜中にでけえ声出すんじゃねえんだぞ。おやすみ。あいつなりの照れ隠しと感謝だろ。誤解されやすいが、本当は情に熱い男だ。これからも仲良くしてやってほしい。それはあいつの態度次第なんだぞ。いっぱい歩いていっぱい戦って、もうクタクタだ。俺様も寝る。おやすみなんだぞ。ああ、おやすみ。俺もセベクの言葉に一瞬だけ心が揺らいでしまった。このまま夢の中にいれば、親父殿もマレウス様も。大丈夫だ。分かっている。もし俺が夢にすがり、闇に飲み込まれそうになったら、監督生、どうか俺を止めてほしい。ありがとう。晴れた日の夜は冷える。暖かくして寝るといい。おやすみ。そろそろ出発するぞ。支度を急げ。なあ。おはようございます。貴様、目が腫れているぞ。虫にでも刺されたか。いえ、お気になさらず。ただのむくみですので。そうか、ならばいい。病の者を連れて行くわけにはいかんからな。さて、いよいよ銀の袋どもの縄張りに踏み込むぞ。紅ヶ原を川沿いに東へ。それが砦への最短経路ですが、定地で隠すものも少ないですし、銀のフクロウとの遭遇率が高くなりそうですね。ここから少し北に行ったところにミスティウムを鍛える火事場があります。ここで一度我々の魔石器を手入れしておくのも良いかと。行方不明者を探すなら、劉備岳をぐるりと見回っていくルートもありだな。ついにたどり着いたぞ。ここが銀のフクロウの本拠地か。キョロキョロするな。私たちは茨の国からの要求書を届けに来た使節団。臆せず堂々としていればいい。妙です。砦の外にあれだけいた鉄の者が一人もいない。まさか。何、砦の扉が一人でに。この足音、総員構えろ。さて、最短で東の砦を目指すなら、北東の風なき渓谷を目指すべきだが。劉備岳の麓や海沿いの集落周辺でも鉄の者の姿を見かけたという情報もあります。風なき渓谷を抜ける前に緑ヶ原全域を一度見回ってみるべきかもしれません。たく、やつら追い払っても追い払っても湧いてきやがるな。我ら王宮近衛隊の名にかけて、やつらをすべて風なき渓谷の向こうへ、いや、サンゴの海の向こうまで追い払ってやりましょう。そう力むな。風なき渓谷の西側はまだ妖精の領域。本番は紅ヶ原に入ってからなんだからな。はっ、気を引き締めてまいります。
バラの国で最強の大将様だ。うるせえよガキども、俺は仕事中だ。遊び相手を探してるなら他を当たるんだな。違うよ、僕たちもリリア様と一緒にイバラの国を守りたいんだ。うん、家族や友達、それにノバラ城にいるマレノア様のことも。マレノア様を守るねえ余計な心配だとは思うが、まあいい心がけだな。俺たちの留守中は任せたぜ。うん、あ、リリア様、このお守りを持って行って、絶対にイバラの国を守ってね。まったくめんどくせえガキどもだな。自分の言いたいことだけ言って満足かよ。とはいえいいものが手に入ったな。このお守りとやら上等な魔力が込められてる。まだまだ先は長い。早速活用させてもらうとするか。